こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております株式会社コラボズの江川です。さあ、お客様の話している内容、特に質問とか疑問とかっていう内容なんかをちゃんと耳を傾けておられますでしょうか。私のように毎日5本動画を配信するというふうになってくると、どうしてもやっぱり自分の頭で考えた発信ではなくて、お客様が実際に言われていること、こういったことを動画のネタにしてるんですね。で、普段ですね、何気なくお客さんが言っていただいていることを、まあ、当たり前のように返されているとは思うんですけど、そこにものすごくヒントがあるんですよ。で、毎日そんな配信なんてできないですって社長さんとこんな話してたんですけど、ある社長さんとですね。で、社長はですね、やはり見逃してるっていうか、無意識の中でスルーしてるんですね。やはりこうちゃんとお客さん言われてると思うんです、いろんな質問を。しかし普段のようにお話しされてるので、そんなネタないですよとかって言われてるんですが、よくよく質問していくと、ああ言われてますね、そういえば。でもそんなことって聞きたい内容なんですかっていうふうにやはり言うんです。そうなんです。あのね、実際にやられてる人たちっていうのは、事業のプロフェッショナルたちはそういったことに気づかないんですね。はい、ものすごく自分たちではこんなの役に立たない情報ですよって思い込んでしまってることが多いです。ですので、もうそういった、こんなことがものすごいことなんです。そこに早く気づいていただきたいなというふうに思います。はい、では動画終わります。レッツ動画。